好きか嫌いかどっち？あ、好き。あ、好きなんだ、うん、あ、じゃあいいね。でも、うん、普通娘は一回お父さんのこと嫌いになるって言うからね。あ、そんな話聞くと俺なんか愕然とした時あるけどね。いつか来るよ。グエ、何パパ。うわ、臭いとか言うの。臭い臭いパパ。絶対そっち行くんだから。NP とか言われるんだよ。NP NP とか。マリア、ママパパ臭い。誰に口聞いてんだって。そんなことになった大丈夫です。私嫌いだったことないです。もう一回、うん、反抗期とかないの？反抗期ない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 んだ。なんか対立しちゃうの。対立しちゃうの？しちゃう。喧嘩しちゃったりするんだ。喧嘩じゃなくて、うん、あのなんか二人で、うん、なんかあの私がデビューした時に、うん、お父さんが、うん、私がロスにいた時に、うん、なんかお前が CD 出したら、うん、なんかすごい嫌なことを言って、うん、邪魔してやるとか電話かかって国際電話かかってきたりとか私もお父さんにわざわざ国際電話かけて、うん、なんかもう今度の事故で絶対殺してやるとか言ってきたりとか。とりあえずたけしさんの娘だっていうことはずっとついて回るわけだから、うん、そりゃやっぱり、うん、でもそのうちたけしさんの娘じゃなくて翔子、うん、ちゃんのお父さん。おお、いいじゃないですか。かっこいい。志よしですよね、うん、ええ。でもさ、超えるラインが分かんないですもんね、うん、どういう基準で超えたとか超えないとかってもありますもんね。普通はいかないんだよな、なかなか同じ職業に、うん、あ、でも芸能界は結構多いか、そういった意味では。お父さんとお母さんと。お父さん歌歌えないから。お父さん歌下手だから、うん、私が歌やったら超えられるかなと思って、うん、歌だったら勝てると。うん、てかもう勝ってると思う。もう勝ってる。トーク初登場の川本誠さん、はい、一見おとなしそうなキャラクターだがスタジオで本性を現した。ずっと歌やってたの？オーディションを受けたんです。楽器とかは？楽器とかはピアノはずっとやってたんですけど、うん、小さい頃から、うん、でもその時は踊ダンス専門でやってました。あ、だから踊りながら作詞できるの？そうです。ちょっと回ってごらんじゃん。え、じゃあ回るよ。じゃあ私今ね、ダメなんですよ、それが。なんで？これはもう裏の裏の裏の話だ。4回目だぞ。なんで回れねえんだよ。ダメダメダメ。もうなんで回れないの？ちょっと、うん、さっきハプニングが起こっちゃって、体に異変が起こって。え、うんち出ちゃってるの？違う。出てないですよ、そんな。何？さっきから下着がすごい下に下がってきておかしいんですよ。下着が下に下がってきてパンツの紐が切れてるの？何よ何よ。どれどれ。腹巻きみたいになってておかしいんです。どれどれどれ。嫌です。やめてください。大丈夫や。乳首見せろっつってないんだよ。嫌です。どれだよ。ちょっと見せろ、おじさんに。なんかさっきからおかしいんですよ。あ、もう行きますよ。回れる？うん。おいよ、へそ出てるぞ。へそはこれはいいんですよ、へそ出すの。ちょっと、どうやって、ダンス、どうやって、うん、え、うん。ダンス、あ、やー、ちょっと、あ、また落ちてきた。また落ちてきた。なんだよ、今の。今のなんだよ、これ。シューって。なんだよそれ。見せて、もう一回見せて。じゃあ3人で、じゃあ一緒に回りましょうかね。うん、はい、うん、じゃあ一緒に3人で回ろう。はい、いっせーの。イエー。あのさ、あのいいんだけど、最後何なの？最後のイエーっつうのは何なの？イエーなんか、なんかやんなきゃいけないかなと思って。普通に回ったら回ってる。これ着地すればよいよ。回ったらイエーって決めてみて。いやー、イエーだけ、イエーだけ。ダメですよ、そんなの。それはもうこんな2回もやったら大変なことになりますよ。どっからどっからもうどっからどっから大変なの？もう本当に何見てろっていう感じになりますよ、本当に。見てろ。何が見てろ？だって何誰が見てろって、うん、本当に。でも大丈夫です。何が？全てもう OK。 グローブ、さすったかさん、マークパンサーに目をつける。ねえ、なになになに。いや、僕はマークパンサーさんは久々ですからね。お会いしたことは？
あるんですか？あります。え、なんで？知ってる。ある振られちゃった番組。振られちゃった番組。振られちゃった。ネルトン芸能人バージョンに出たんですよ。え、あの時カップルになりましたっけ？全然。ダメでしたっけ？野球選手に取られてしまいます。野球選手に。でね、この間何年前やけど、TMC ですれ違ったのね。はい。その時に俺全然分かんなくてパッてすれ違ったら、うちのマネージャーが、あ、マークパンサーだって言われて、え、何何何、ネルト出たじゃないですか、マークパンサー、今グローブなんですよ。で、そういえばあの TM っていうと、僕はザ・ベストテン初登場の時に、僕たちが初登場の時にトンネルズのやっぱり歌でして、僕すごい楽器たくさん、シンセサイザーとかたくさん持ってったんですよ、ね、すごい高い、頑張って持ってって、なんかボール、サッカーソフトボール、ソフトボールかなんかで、ソフトボールを、ソフトボールを投げて、誰かがソフトボール部だっつって投げてそれを打つと、ところが小室さんのセッティングはものすごい何千万何億だから、 AD の人がタカさん悪いから、悪いけどあっち側だけには打たないでくれ、おー、タカさん本番、はい、じゃあ投げますか、タカさん打てた、はい、バン、あっちじゃないか。あなたは野球の選手、これがその時の映像、タカさん、ちょっとビジュアル系入ってます、すごくですね、この腰がしっかりしてですね、こうシャープに球を打つといった感じ。なるほど。じゃあついでですから、あなたも選手でいらしたんで、お願いいたします。おお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 おすごいすごいすごい、すごい、ほんとあれだったらホームラン、TM ネットワークの方に打つだって言われたので打ちたくなっちゃった。打つなんて言った方に打たないでください、お願いしますから。でも生で音出す時だったから、うわ、怖かったけどね。ないの。え、その時ね、うん、そのね、黒柳さんかな、うん、その時、じゃあテーブルトランクで、なんとかやったのっていう時にね、あのギターの、キネさんでしたね、はい、キネさんがすごく上がっててベラーンって先走っちゃったの。恐れ入りますが、早速そのペローンを見てみよう。まずは初登場のご挨拶から。キーボードでリーダーの小室哲也です。はい、はい、ボーカルの宇都宮です。ギターの木根直人です。それでは TM ネットワークの皆さん、Get Wild。隣に座った時、キネさんが足震えてて、え、大丈夫だったんですかって、今上がってベランって言っちゃったって。生放送中、電話に出た視聴者にグローブから超豪華プレゼント。しかし予想外の人物が電話に。さあ、どなたでしょうか。うんじゅう、さあ、かかるでしょうか。あ、出ませんね。もしもし、もしのりたけ、うん、元気？今ね、小室さんとかいるのちょっと変わるね。まさか。もしもし。あ、小室さんどうも。ダメだもん、ダメだもん。やめだ、ダメだよ。番組違いますよね。でも、衣装いります？あの、ぜひ、着たいんですけど。マネしたんですよね。本当にね。のりたけさん、今何やってらっしゃったんですか？テレビ見てた。見てた。じゃあ、のりたけ、明日ね。はい、じゃあ、バイバイ。それ、全然何なんでしょう。昨年登場の際、スピードひろこちゃんの作ったケーキが大好評。中居くんの心ない一言に涙したひろこちゃんは、逆襲を誓った。お土産があるの。お土産？何？ちょっと待って、ちょっと待って、中居さんにはちょっと。あ、違う。たかさんにお土産。何？みんなで、今度はね、みんなで作ったの。おう、うん、食べてくれます。スイートポテト、スイートポテトです。みんなで頑張ったんです。何時間くらい買ったの？今日朝何時頃、うん、ああ、昼間学校帰ってきてから、学校帰ってきてから、そう、頑張った、頑張って。じゃあ早速。美味しいよ、ほんと。ちょっと冷めてるけど、うまいよ。うん、No。 でも中居くんだけわさびが入ってるからそれぐらいないの。わさび入れようと思ったけどね、かわいそう、そう、優しいからやめたの、うん、でもやっぱ入れてこれやばかったから。No。 おいしい。うわー、分かって、手作りってもの食べたことがないんだ。そうね。今日ね、お詫びじゃないけども、何？なんか買ってきたん？
じゃあ買ってきたよ俺。あ、この男がなんか買ってくるの珍しいんだよ。これね、なんだ事前にね、歌番の人にね、ヨちゃんがコートが欲しいって言ったの。うん、だからコート俺自分で買いに行ったわけよ。自分で自分でラフォーレラフォーレに行ったのよ俺俺ラフォーレ、俺今スーパースターなわけじゃないね、スーパースターの俺がよ、原宿のラフォーレって考えられないでしょで、誰に買うのかなっていう顔で見てるよ、ね、でも俺は一人で店員さんにもこのぐらいの 背の女の子で、どこは160前後でございます。で、いくつぐらいですかって言われてもちょっと、ね、まだか中1って俺は言えないよやべえ、こんな話になっちゃう泣き大将だけに買ってきました。おう、これを今夜新定、今夜貸します。ありがとうございます。貸します。わぁ、かっこいいじゃん。ほら、いいじゃないか。やったー。一人だけお年玉をもらったスピード、そこで、ね、そういえばお正月なのにお年玉もらってないあ、お正月、あ、けど、あ、そうだよ。けどひろこは中井さんはもらったから、うんうんうん、ちょうだい。タッカさん、タッカさん、そうな、みんなまだもらう年だもんなじゃあ次来た時ちゃんとお年玉、じゃあおじさんあげよう。わい、嬉しい。約束だ、約束、約束だって。あれだろ、1000円2000円あれば俺喜ぶんだろ違う、お金じゃなし、なんか違うもの欲しいんだよな、物でな、うん、何が欲しいんだい。自転車っすかな。うん、でも自転車はね、今いいの。何がいいの。自転車じゃなくて犬が欲しい。犬って高いね。あのね、代々木公園にね、うろうろしてる犬が一匹いるんだそれでもいいよね。みんなでじゃ育てられるっていう約束と、それとマンションで買えるのかどうか、買えるのかどうかっていうの、ペット可か不可かね、うん、それ調べてきて。やったー。今度からパパって呼びな。パパめまいしそうだよおじいちゃんって、おじいちゃんって言うの、おじいちゃんって、せーの、おじいちゃん落ち込むなあ、懐かしいね。あの頃はね、若かった ね、高さも若いね。またなんか持ってこうよ。うん、ね、うん、やめとこ。なんで Hey 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 let's dance heroes。 女の子のどこの、例えばフェチ、あの足フェチだとかあるでしょ。どこを 見て一番魅力を感じちゃう。結構こう座れるのやっぱりうなじだったりしますよね。うなじフェチ、うん、うなフェチ見た瞬間女性っぽいなと思うところはやっぱり。あ、じゃあ髪の毛長い人はどうすんの。長い人結構好きなんですよ。長い人こうやるわけ。あ、いや長い人はこう髪を結んだ束ねてるんだ時の、あの、あ、じゃあ私お湯入れちゃうねみたいなそうだよ。何の店それ。え、何の店、どこの店。店じゃない。何だ今、じゃあ今の何。外は雨降ってる今日。お友達と一緒なんで友達一緒だって。一人しかいないだったら一人じゃんから今度のグレイのライブはテルさんのファンの方みんな伸ばして、で途中になったらこうやって束ねちゃったりするんだよ多分いいところになったこのオンエアの一番近いライブの時に、なんかこの歌の時にはみんなこれをやるとかさ、タエーマーナクの時はみんなこうやって聞いてるんだけど、タエーマーナクみんなこれ、ショートももう男の人までスタッフまでもこうやってやる。間違った、聞き間違った、うなぎ持ってきてる